第2層協議体の話し合いから生まれた助け合い活動の事例を紹介いたします。上中井第一町内会の活動を紹介します。この町内会では居場所づくりから始まり、生活支援、そして見守り活動と発展した活動です。上中井第一町内会ではこの事業が始まる前から町内の集会場でサロン活動などを行ってきました。そしてこの事業が始まってから町内の住民だけでなく高崎市内の誰もが集える居場所として高崎市居場所補助事業を使い、コミュニティカフェ一休さんを平成29年4月から週1回火曜日に開催するようになりました。そしてこの居場所から令和元年よりちょっとした生活の困りごとをお互い様で助け合う有償のボランティア活動お助け隊が始まりました。今年度は新型コロナ感染症の感染拡大に伴い交流生活支援がなかなか思うようにできなくなり、引きこもりがちな高齢者や子どもの見守りがますます必要になりました。そこで多世代参加型の見守り隊を作りました。その活動を映像でご紹介します。ご覧ください。平成28年にここがきれいに空き家対策でねきれいになって、そして活動しているうちにここに館長さんがいらして、こんなにいいのができたからこの道に行く人誰でもいいからよとお茶でもね飲んでってもらったらという言われたんですけれどもね、町内の皆さんがいらしてくださって、で活動していましたら協議体の話がありまして、でそこに行かせていただきましたら、なんか私がやって今ここにしていることをこれからどうもしましょうというような話に受け止めたもんですから、じゃあもっとしたらそれは今うちでやってることじゃないんでしょうかねということで、じゃあこのまま協議体としてね、お仲間に入れていただいて、やっていけたらと思って、皆さんに協力してもらって今こんな状態でやっておりますが、一休さんは生き生きサロンと違いましてね、この町内の人だけっていうんじゃないので、どなたでもっていうことですので、仲居の町内からも来ますよ、その高崎の方からも来ますし、いろんな方が来ております。ただどなたも皆さんお元気でですね、やはり長い間苦労していたもんですから、ここ来てこういろんなことをやったりとか教えてもらったりとか教えたりなってこともありますけれども、そんな中でですね、皆さん和気あいあいとして、楽しい雰囲気でやっております。はい、いろんなこともね、また私も助けてもらったり教えてもらったりして、今とっても幸せ、今が一番幸せと言っている言葉を聞くとね、なんか良かったかなと思います。10年近く民生にしてますとですね、それまで元気だった方がだんだん年を召してきまして、自分自身が元気であっても相手の方がデイサービスに行ったりとか弱ってしまうとですね、本人自身もここへ来られなくなってしまうんですよね。そして中にはですね、自分家 の庭をきれいにしている間に転んで圧迫骨折をしてしまったとか、あとは枝を切ったらつまずいたとか、そういうんでちょっと歩けなくなっちゃったとか、そういうお話を聞きました。それからですね、必ずしも子どもさんがいらしてもお仕事してますしね、
割と自分の子供というのはちょっとうるさがられたりもしますし、そういうので町内のことですから、町内で何か助けになるようなことでもあればということで、実は本当はただでねやるのが本筋なんでしょうけれども、かえってお菓子を昔の方はよく持たせてくれたりとか、いっぱいこう気を使うんですよね。そんなことのないようにして逆に500円、1時間500円ということでいただいて優勝にしまして、それからですね町内からその半額の250円を補助していただいて1時間1人750円ということでやっております。そして年寄りが年寄りを実は支えてますので、1時間以上はとにかくしないで、うんと広いところは1人じゃなくてもう5人、要は1時間で終わる範囲で人数を増やしていくというそういう手段でやっております。で今はとてもありがたく感謝されるおります。それからあと網戸がとてもこう直すのが上手な方がいるので網戸の注文もありますし、あとズボンなんかはね、身長がどうしても年取ると低くなりますので、どうしてもズボンがね下の方がすってしまいますので、それを裾上げという作業が結構頼まれましたね。はい、そんなことでやってよかったなとは思っております。お助け隊の会議というのも設けておりますので、そこでこんな風にやりたいんですけどということで、一応メニューはねそこのところで確認を取っております。そしてまたやってみないと分かりませんのでね、それぞれがやってみてこんなところがちょっと無理かもしれないなんてね、こんな大きな木をやってくれなんてちょっと頼まれたりもしますのでね、それはちょっとゴミ屋さんのと3センチ直径3センチでしたけどね、そういうんで捨てられる範囲のものは構わないんですけど、こんな大きなものを切ってくれっていう頼まれたこともありますけれども、それはちょっとねお断りさせていただきました。見守り隊はねまた別の切り口なんですよね。この町内はパトロールがちょっとなかったもんですから、役員のパトロールはあったんですけど、全員でパトロールするというシステムがなかったもんですから、よその町内からよくね上中井第一はパトロールがないねって前からちょっと言われてたので、私自身も気にはしてたんですよね。それなんでこういろんなご時世ですのでね、自分たちでやはり自分たちの子供とか自分たちの身の回りのゴミ出しとか環境をね整えていくのに年寄りがするんじゃなくって、こうなんていうんですか、みんなで若い人も中年の人も交えてやっていけたらなということで区長さんに相談しました。で区長さんに見守り隊の隊長になっていただいて、それで区長さんはちょっとまめな区長さんですのでね、すぐ規約などを作っていただいて、いろんな人集めていただいて、システムも一緒に考えていただいて、で とても今スムーズにいっております。そうですね、見守り隊は今志田さんが言ったように城東高区の中でも見守り隊っていうのをパトロールやってるところ結構あるんですよ。で区長会の中でも上中井は昔からそれがなかったという、でうちの方では学童の見守りよりもやはり年齢の高い人とかそれから若い学童も含めたでそういう方もできればね全部ひっくるめた中のもうちょっと大きな見守り隊というふうに私は頭で考えてたんですけど、具体的にはそれやるのに非常にいろいろやっぱり問題があるなということで、しばらくそれは
まあ構想は持ってたんですけど、なかなか実現に向けて皆さんに協力していただくっていうところまでいかなかったんですけど、でここに来て新型コロナの関係でだんだんお年寄りが出てくるのにもいろいろ困ったり、でまたそういうお年寄りを、まあ、全体でもっと見守りできないかって、でそれと同時に、若い世代の方も一緒に巻き込んだ中でねやらないと、先ほど言ったように高齢年の方はいつかは動けなくなるとかってそういうできなくなるんですから、これあとに引き継ぐ、まあ、我々だけで終わるのはいいんですけど引き継ぎたいというものがあって、まあ、多世代の人たちに今声かけて、まあ、見守り隊は週第2週と第4週の火水木の3時から約1時間やってるんですけど、その他若い世代、まあ、50代前後のお父さん方に夜第1の土曜日と第3の土曜日の8時から9時の間、この間を夜回ってましていただいて、すでに第1回やってます。それから子ども育成会のお母さんにもお願いをして、育成会の方はこの日曜日に、先週の一昨日ですかね、日曜日に昼間お母さんだけで、まあ、この直帰をして回ってスタートしてます。ですからできるだけいろんな方が、それともともと散歩しながらですねこの辺の見守りをしていただいているお母さん、まあ、志田さんも含めてですけど、そういう方も、まだ独自にやってまして、できるだけ見守りをしているという印象をですね町内に浸透したいと、でそのついでに、まあただまるであれなんでゴミを拾いながら、まあ、夜はちょっとまでしてませんけど、昼間はゴミ拾いをしながら回っていうのをスタートしたと、まあ、これ10月末なんですけど、ただ私としてはあまり無理なくできるだけ長続きできるようなこの見守り隊の組織にして、で若い人もどんどん入れるようなところにしていきたいなと、まあ、こんなふうに思って今スタートしたと思います。私は区長になってちょっと6年経過するわけですけど、まあ、比較的東口からちょっと1キロちょっとの地域なんですね。まあ、私が受けた時でもそれほど大きな問題は抱えてなかった、もうすでに知事メッセージとかあったんですけど、その後芸術劇場とか今度知事メッセージができて、人の流れがやはり変わってくる可能性があるもんですから、まあ、実際にうちの町内にそのものがあるわけではないんですが、影響を必ず受けるだろうということがありまして、やはりよそから来る人が多くなるとそれなりの、いろんな事故が起きると困るので、あくまでも上永井第一町内としてはやはりそういう防犯の面とか、それから明るく住めるようなと、で幸い新興住宅、分譲住宅も増えてきてまして、今650世帯、人口は1300人前後なんですが、でそういう町内なんで、何としても現状のままもうちょっとですね、これから今みたいなお年寄りが住みやすいとか若い世代がですねやれ活動できるような場をもうちょっと今進めているものをもう少しね、やっていければいい町になるんじゃないかというふうに思って、そういうことを期待しながらいろんな面に、まあ、できるだけ積極的にですね今まで関わってきたんですけど、良いことは進んでやるというような形で進めていきたいなと、そうすれば必ずいい町になるんじゃないかというふうに思っているところです。頼もしい区長さんがいて
そうなんです、本当に助かっております。で、あの昔5年ぐらい前にお亡くなりになった方が、あの よそからいらしたんですが、私は人生で一番良かったと思うのは神の会第一に住めたことだと、そういう言葉をね、あの聞いたことがあるんですね。そしてまた最近になりまして、この町に引っ越してきたいなっていう一休さんの参加者もおります。だからそういうイメージを壊さないようにですね、また新しい方がいっぱいお家建てて住んでおります。あの人口っていうか子どもの人数も随分増えました。登校班なんかももう5人ぐらいで動いてたところ、今20人ぐらいゾロゾロゾロっていくんですよね。だからそういうお母さんたちや子どもさんが神中井大地に住んで本当に良かったと思えるような町に継続して できていけたらなと思っております。